雨が降りました。で、ちょっとね、昨夜かな、さーっと強い雨がね、まあ、ざーっとかな、強い雨が降ったせいで、まだちょっと濁りがありますね。今昼過ぎましたけど、それでもまだ濁りがあります。こういう時は、上流に向かいます。今これ支流を見てるんですが、まあ、本流の方のね、釣りをしようと思ってたんで、本流の方の、上流に行って、まあ、このぐらいの支流に入る、濁りが取れてるところまで行ってね、か、本流のさらに上まで行って、濁りが、取れ始めてるところまで行くか。ちょっと橋の上からね、撮影していますが、まだちょっと濁り通れてないですね。まあ、それでもね、端の方は、見えてる、河原が見えてるんで、川底だね、見えているので釣りには一応なりますね。で、まあ、もうちょっと上行きましょうか。少し浅いところとかあれば、そこは非常に魚から見える、見えやすいので釣りやすくなるかなと思います。まあ、まだここはちょっとね、釣り人も実際いますね。今上流の方に、釣り人がね、いますが、まあ、フライフィッシャーですね。ちょっとここまだ川幅が広いんで、渓流ではないですね。上流の方には来てはいますけど。今ね、バッタがすごいです。もう今、ちょうど真夏なんでね。すごい。めっちゃ飛んでるんですよ、今目の前を。跳ねて跳ねて。すごいですよ。だこういうのも一応ね、僕フライフィッシングだから、まあ、バッタをイミテーションしたものはあんまり多くはないけど、それに近しいものはあるんでね、羽を広げた時の形とかね、まあ、カディスとかでも対応できるかと思うんで、それを使っていこうかと思います。フライ、つけました。カディスですね、をつけます。まあ、エルクヘアカディスになりますね。で、すごいバッタが飛んでるんですが、まあ、無視していきましょう。よいしょ。はい、お食べで、着きました。まあ、下の方も長く続いてはいるんで、ちょうどね、色が変わってるところはあります。そこに向けてやりましょう。ちなみにね、人の足跡はあります。はい、まあ、車降りてね、そこまで距離はないので、だからありますね、足跡ね。まあ、擦れてる可能性もなくはないけど、全然それでもね、北海道っていうかね、まあ、北海道だね、北海道の魚は釣れるんで、釣り方次第かなと思います。濁ってるのと奥に投げたいから、まあ、渡ってしまって向こうから投げてもいいし、こっちからも一応投げれます。では本流ちょっと一回後にして、支流だね、支流は澄んでるんでね、まあ、ちょっと後ろの方からね、ちょんちょん投げていきます。ただね、斜め後ろからこれ今見えるんで、魚がねいれば見えるんで、で、魚からもね、フライは見えるはずですから、いれば反応するはずです。どうかな、そこの方でね、泳いでる魚影が見えればいいんですけど、下からね、浮上してくるのが見えるはずなんで、あー、いないですね。
ドックもやってみますか。見えるんでね、見えてる限りではさ、魚影がないので浮かんでくることもないですよね。いないもんはいないんだから。お、この辺はついてないね。どの辺りからついてる。うん、深さは結構ありますよ。うん、胸の高さぐらいまで深いです。透明度高いんでね、いまいち分かりづらいけど、渡ろうと思ったらちょっと渡れない。ポイントとしてはすごくいいポイントだ。反応ないね。これサイトフィッシングできるんで、魚影先に探してしまいます。投げずにね。どっかいると思います。いい流れだね。色も澄んでるから魚が見えますね。今のところこの辺にはなんか見えない。魚はいない。ちょっと上の方行きましょう。魚影がちょっとパッと見では見当たらないな。でもついてるならここついてそうですね。岩の横下っていうのかな、入り込んでたらちょっと見えないんで。ここは今もう落ち込みがあってすぐ流れ出しなんで、ついてるとは思いますよ。まあ、その横もねやる価値あります。その奥もちょっとやってみますか。前の方からやります。もう魚は、上っぽいのはね一瞬見えたりするんだけど、小さすぎてね何とも言えないんだよね。この辺りからかね、やってみます。前の方にね出して、表面、表層見てるやつをね探りましょう。浮上してくる可能性はあるんでね、下からギュッと上がってくる。ただパッと見、見た目では全然いなかったです。魚はね、岩の陰に隠れちゃってて見えないのかもしれないけど、疲れてる可能性はありますね。まあ前日雨だったから。そこ水回ってる、渦巻いてるんで小さいのはいると思います。休みながらね、そこは休みやすいから。見てる場合には来るんですけど、上がってくる気配がないね。うん、全然浮上してくる感じがないですね。ここもいいところだけど、どうだ。ちょっと活性が悪いか、フライが合ってない可能性もあるな、これ。全くだね、反応はないね。魚自体はいるとは思うんですけど、数が少ない可能性はあるな、そもそも。で、そこに沈んで今は休んでる可能性はある。だいぶいいポイントですけど、どうかな。やっぱり魚は見えないですね。やっぱり魚影も見えないっていうのもあるけど、フライ投げてみてもね反応がないんで、そこに沈んでる、いたとしても沈んでるかなっていう、まあ、フライを変える、ニンフウェットに変えるのが一番いいですが、せっかくなんでね、ちょっと上流の方の、魚種を確認のためにもドライフライだけでまず行ってみます。
ポイントだとは思います。上から流してね、十分来るかなっていう。ただライズとかね、全然見えないです。見えないというかないですね。気配がない、魚の。極端に数が少ないのかな。単純にそこに沈んじゃってる時間帯なのかなっていうのはあるね。さーっとやってみてみますけど、全然反応なし。わかるんだけど、来た！でかいでかい。おっと、30いってるかぐらいですね。あー、いや、いってるな。いますね。よしよしよし。やっぱり下の方は魚影見えなかったのもあるけど、少ないんだね、魚自体が。全然いるところにはいますわ、やっぱり。で、ドライでもちゃんと出せます。ちょっと重いな。30ぐらいだとは思うんだけど、一気にね、引きが来るんで、ちょっと油断できないね。あんま寄せると力強く引いちゃうみたいなんで、ちょっと待ちますか、疲れるまで。オッケーオッケー、ちゃんと水面割ってくれました。これフライフィッシングのいいところはね、切れないように調整できるんですよ。こっちの手で伸ばしてね、強い引きが来た時にはリリースする、ゆっくりね。で、しなりを利用して切れないようにする。で、ちょっと疲れるのを待ちます。これ30超えてるんで、油断するとね、一気に走った時に切れるんで、で、フラインは、まあ、カディス変えてないんですけど、あんまり強いとね、50以上のサイズだとフライが曲がるんで、だからあんまり、なんだ、力強く引っ張られたら無理しないってことだね。フライフィッシングはね、このやり取りが非常にエキサイティングです。手繰りでね、状態を見れるんで、魚のね、まあ、手に感覚が来るからね。あんま強く引っ張るようだったらね、無理に引っ張らない方がいいんですよ。ちょっと自分下がりますか。流れ緩いところ、浅いところまで持っててもいいけど、なかなかね、後ろの方に行く感じはないんで、岩の後ろとか入られると危ないんだけど、この辺岩ないから。今ちょっと浅いとこ来てくれてるね。ああ、ライズしてる。全然いいサイズ、まだまだいますよ。これ結構後ろ来てるから、後ろそのまま持ってっちゃおう。結構重いね。40近いのかな。今魚影見えます？ああ、見えますね。こっち気になってやっぱり逃げてますね。でもだいぶ今疲れてきてるはずなんで、逃げますけど、この辺はいくらでもね、逃げてもらって構わないんで。深いからね。ただ石の下とかにね、逃げられないように気をつけます。ライン切れちゃうんでね、すれて。
これ後ろまでゆっくり引いちゃいます。この浅いところにね、逃げづらいように、下にね潜りづらいようにね。いいサイズですよ。沈めればね、ドライフライじゃなくてウェットかニンフだったらもう一発で出てくるっちゃ出てくるんですけど、場所選べばね、ドライフライだけでもね十分通用しますんで、一気に寄せてもいいかな。35か40ぐらいなんで、おそらくね切れることはないんで、それぐらいだったら。だいぶ疲れてきてる感じがしますね。まだ逃げようとするけど、よいしょ、ちょっと後ろのあれが取れない、ネットが取れない、よいしょ、 OK。 やっぱね、ネットは持ってた方がいいですよ。サイズ的にでかいの来た時にね、やっぱり安全に取り込めるんで。もう来るかな。あ、でかいね。40あるね。 OK。 ちょっと一気に浅いところ持ってきます。よいしょ。あ、 OK ですね。 OK OK、 かなりいいですね。でかい、40ぐらいですね。ちょうど40ぐらいですね、これ本当に。あとプラス10センチするとね、50になるから、あ、そうだね、41か、それぐらいでしょうね。いいサイズですね。41、2ぐらいだとは思いますね。かなりでかいです。いいね、この川のポテンシャルちゃんと出てるね、このサイズで。この虹、汚れがないっていうかね、怪我がないね。全然擦れた感じがしないので、一度も釣られたことないんじゃないかな。ぶつかった跡がない。本当にぬくぬくと育ったタイプかなと思います。 1,2,3、 あ、40あるね。40、あ、40ちょうどかな。10、10、10、あ、40ちょうどですね。おうおう、ありがとうございます。いいサイズだ。まだまだいますよ。さっきちょうどライズしてたんだね。まあドライフライでもちゃんと釣れるっていうことですね。雨上がりでも、まあここは濁りは取れてるから、沈めて方が、まあ沈めた方が釣れるんだけど、ドライフライでもちゃんと場所選べばね、ちょっと上流までね、200、300メートルぐらい上がってるけど、釣れますんで、リリースしましょうか。では、いつもなら食べるところだけど、35センチ以上はね、僕はリリースする人なんで、15センチ以下、35以上はリリースします。まあ、今後の、魚影のね、やっぱ釣りを楽しませてくれるんで、多くの釣り人をね、楽しませてくれるんで。よいしょ。さて、いけるかい。いけるね。オッケー。いいね。まだまだいますよ。結構いい流れ続きますね。そこもね、良さげです。今、40釣り上げたところと同じか。まあ、それよりは少し低いかな。場所としては。低いっていうか、その、期待度はね、ちょっと低いかな。まあ、面白いは、連続するから、いい流れがね、連続するから、やりがいがかなりありますね、ここは。まあ、こういう渓流をね、見つけるのが一番難しいんですけど、ただね、雨で濁ってんなと思ったら、ちょっと、地図見ながらね、上流の方に行ってみて、あ、これぐらいだったら、全然、水澄んでるから、っていうところで、やってみると、いいかなと、思います。